は反射するためにで、あとこの A のこの壁のところから、反射 A のこの Q の壁のところから中心のところは、まあ、どんな話題行動でもよくわからない、どんな広がってるかよくわからないけど、とりあえず GW に DF でちょっと、接種的に解釈してもらわないので、まあ、こういうふうに行くということですね。で、イオンを、ですから、今の場合、イオンをこの水の、中に捨てるっていう重要な域はどういうふうに捨てるかというと、仕事。今の仕事を永遠に繰り返すということになるんですけども、その永遠に繰り返すという責任を受けて、20秒から9、第9になるまで、この責任を続けていきますという、そういうことを強いと。で、後ろの方は、なんかわからない、責任をすると、なんか食べるという、なんかそういう値のことになりますが、これは水中の場合です。深呼吸の場合も、この水の流動率を深呼吸の流動率に変えて、同じことをしていたというわけですね。それが今日1時間ずつ、呼吸の強いことが入っていたんですが、深呼吸の場合も、ここに1人、ここが1秒0。この W に人生いる方はわからないのか、という理由は、最終的に僕らが欲しいことは、深呼吸での自由エネルギーと水中の自由エネルギーの差が欲しいので、結局はこれからこれを取材した量を知っていれば、そのところの W インというのは、解きがなくなってしまって、そこのイオンの半径分の8倍1秒0エールの急にですね、それの削り込みのところに、金融電力の1分1というものが出します。で、金融電力は水の場合80ですので、80分の1分1のここを分の値になります。つまりこれが増えていることはどういうことかというと、水の中の自由エネルギーの方が真空での自由エネルギーで低いか、イオンというのは通常、真空よりも水の中にいた方が低い、そういうふうなことを表してくれているのが、ここの意識になります。次に、水そのものではないんですけども、イオンの話について考えます。スクリーニング技術、射程の効果というのを考えます。これは、水の中のイオンが薄くて、実はですね、すごく、イオンが絶大な影響を示すことは、まあ、昔からよく知られていることで、まあ、例えば、1977年にやったときに、ことし、多分、科学の記者もそうですけども、これ、なんでかというと、ザクリペスターと DNA の、実物としての DNA が、ナトリウムのイオンなどによって、どういうふうになってくるかというのを、投稿者、知りたいと分かるように、まあ、もちろん、ナトリウムの、連合としての DNA を、教えてくれた。アソシエーションを強くなるということが、まあ、本当に最初にしていて、まあ、イオンというのは、あまあ、意外にこの生態分子化して、技術を与えているというのが、まあ、示されています。で、なぜそういうふうなことが起こるのかというと、まあ、今の DNA なので、DNA というのはものすごく大事な生態分子です。ですので、例えば塩水につけておくと、この DNA の代わりには、ナトリウムとクロライドが同じぐらいの高さで、プラスの電荷を持ったナトリウムが、非常によく高くて、あまりクロライドが出てこないというと、ナトリウムの雲の中に、DNA が浮いている、そういうイメージの状況ができます。それ、そうした状況ですので、こう、思ったんですと、思ったことを、この、DNA の持っている雲ですから、感じられない現象が、出てきます。これが、まあ、水中、スクリーニングという現象で、射程と、これ射程効果と呼ばれているもので、生態分子の、ことを考えるのに非常に重要なことになっています。まあ、そうなりますと、スクリーニング効果で考えるにあたっては、先ほど、ちょっと、言いましたように、イオンの分布を研究することが非常に重要になります。で、そういうイオンの分布であるとか、スクリーニングの効果を、教えてくれるのが、まあ、そこで、まあ、生態分子の周りの、水平ポテンシャルと、イオンの分布を教えてくれる、式です。非常に複雑な式なんですけども、実は割と簡単な式になっているのがあるわけですが、まあ、一般的には複雑な式が取ったんです。で、これまで何が複雑かというと、ちょっとこの有限物が場所によって違うというのが、まあ、一般的な式なんですけども、まあ、ここは、まあ、場所によって言っていることを考えていても、とりあえず言っていることで、とりあえず我々がこれから考えるのは、まあ、この不詳は定数でやったというか、そういう高速ルーツの方程式を考えます。で、これでもまだちょっと複雑なので、何が複雑かというと、これですね。実際にはすごく大事になるんですけど、先ほどの電荷分布です。まあ、今の場合は生態分子の電荷分布に行ったところなんですけども、まあ、ちょっと、一旦ここを抜けておいても、コアソコルスマ方程式のもう一度知るにそんなに問題がならないので、一旦ここも消しておきます。そしてさらに、そこの ZI というのは、例えばカルシウムイオンだったらプラスに、ナトリウムだったらプラスに、そのイオンの電荷の数になったところなんですけども、ここも一旦プラスマイナス1で考えておけばいいというふうに、しておきます。なので、これから僕らが考える式というのは、不再現な電波ですが、この電波の、ラグラの移動というものが、エクスポネーションの中という式で立てる、コアソコルスマ方程式というのがあるんだけど、これは何にしてるかというのを、まあ、これからちょっと理解していこうと。というのが、ここからの目的です。で、クワソン・ボルツマン方程式というのは、この名前が示すように、クワソン方程式とボルツマン分布というのを、まあ、組み合わせたのがクワソン・ボルツマン分布になります。で、まずはこのクワソン方程式というのは何かということから、話を進めていきたいと思いますが、まあ、クワソン方程式って何かというと、さっき言った電気性の話で言うと、ところで出てきたダウスの法則の、まあ、別の倒す、材料的にはそのままのものです。さっきダウスの法則というのは何かというと、なんかこう、生殖面を向かいくるということを聞いたときに、その生殖面から、正面に出ていく電気性の法則というのは、その生殖面の中にある電荷法則だと、関係がありますよというものです。だから例えば、こういうところに生殖線をブルーペン緑線で書いてあげると、この中には電荷がありません。したがって、電子線がこういうところに入ってきてるんですけども、3本入って3本出ていくから、結局、周囲の中から出ていく電子線というのはゼロです。それは中に電荷がないということを教えることなんですね。逆に、赤い生殖面であったり、この青い生殖面であったり、どちらでもいいんですが、どちらの場合も、プラス強い電荷を内部に電荷がしています。ですので、この生殖面から正面に出ていく電子線の法則はどちらも1、2、3、4、5、6、7、8、8本あるわけですね。それが大丈夫です。分子式に書き直したものがどういうことかというのを僕が考えるんですけども、分子式は小さい領域のことを考える話です。ですので、まあ、こういうところの微小な箱の中からどれだけの電気性が出ていくかということを考えますよという話になるわけなんですけども、ちょっと簡単なために、まずこの X、デルタ X という点から出ていくものと、この X という点から出ていくものだけをまずちょっと考えてみたいと思います。でそこでの電波がこういうものだというふうに分かっていると、そこから出ていく電気性の法則というのは、ここの面積を掛け算したもの
でしょうね。まあ、2巻が出てくるのが1巻が出てくるのはこれ。で、ここの電話とここの電話の差っていうのは、あまり少しかありませんから、一緒に処理してみると、まあ、X 方向の電話を X 方向に利用したものに対応するかというか、それに対応するかというか、これがまあ、X 方向に利用するという電話だと、そのようなことを割り込むという方向に利用して、まあ、少しはこの箱の中から出てきて、実際に使用したかというと、X 方向の電話を割り込む電話を割り込むということで、利用したものに対応する、対応するかというか、それがないかというと、まあ、多分、どういう記号で書くか、これをどういう記号で書くか、それが対応する方向です。それが、実はこの解析の中にある、省電化、エクションの中の落としとしいということですから、省電化を、まあ、デカにですね、これに対してましたのが省電化ですが、それを後ろの落としとしいというのがデカの方法です。で、このプロジェクトに接続に対する側に、こういう調整方法がこれ、こういうことになっていると、電話の自分というのが、エクション分の、デカの方法になりますよというのが、まあ、自分停止、このガス方法の自分停止として選びます。ここでさらに、電話ポテンシャルと他のポテンシャルの、差異というものを、自分してマイナスをつけたものが、あ電話そのものですよという関係式を考えれば、これは差異の方程式とすると、異常の、この二乗の差異がマイナス1の部分を出荷しております。まあ、結局このことこれが壊すの方程式ですけれども、結局は何を入れたかというと、同じ方程式が出るかという方程式に書いた理由を、これを取り出すのが壊すの方程式です。じゃあ、それとボルツマン法の方程式を見合わせるというのはどういうことになるかということなんですが、まあ、今まで壊す方程式を説明しましたけど、ボルツマン法というのはどうなったかというと、ある有意識があるところにという確率を、知るために、そこにどれぐらいのポテンシャルエネルギーでいるかというのを分かれば、ここがどれぐらいいるかというのが分かる。ポテンシャルが分かると、それを正直に持って、マイナスをつけて、エクスポネーションの形を取るんですね。まあ、それに示した、分布関数が得られますよというのが、ボルツマン分布でした。今、力は、現場、ポテンシャルですね、サインの上で、プラスマイナス2というふうな変化があった場合、それはどういうふうなポテンシャルを感じるかというと、V=マイナスの2の違いです。